こんにちは、ソーチンです。みんなはアイス何が好きでしょうか？信玄餅アイスバーです。こちらがですね、12月5日新発売。全国発売で6本500円。中身はこんな感じ。餅菓子、きなこアイス、黒蜜ソース、きなこアイスキャンディー。もうね、すべて美味しそう。和菓子系僕好きなんですよね。で、きなこ大好き。これが信玄餅です。それのアイスバージョンです。カップアイスバージョンは以前出てたんですけど、今回はアイスバーバージョンです。黒蜜もとろりとした特製のコクと風味、味わいがあり、一味違った舌触り。今日もランチで黒蜜食べたんですよね。それぐらい好き。開けていきましょう。ちなみにローソンで買いました。スーパーで買ったっていう人もツイッターで見かけましたね。でもね、僕が行ったセブンにはなかったです。はい、6本。こんな感じ。よし、開けます。いただきます。みんなは何のアイスが好きですか？これラクトアイスです。ラクトアイス、うん、なるほどね。あっさりめ。まだ出てきてないです。うーん、まっ、うーん、まっ、これは美味しい。中の白い部分がもうお餅になってますね。周りがきなこアイスで、中がねお餅なんすよ。でお餅の横に黒蜜が入ってます。うまい。めっちゃうまい。これはですね、ストックしておきたいほどのうまさです。おいしい。半分を過ぎたところで餅がなくなりましたね。うん、あ、めっちゃ下に黒蜜はまってた。本当に黒蜜好きなんですよ。豆も好きですし、黒蜜も好き、あんこも好きですし、お餅も好き。うまっ。最後うまいな。濃い濃い。はい、というわけでいかがだったでしょうか。12月5日からの新発売、信玄餅アイスでした。全国発売してるらしいので、でも期間限定発売ということで、気になる方探してみてはいかがでしょうか。おすすめします。最高にうまかったです。それではこの動画面白かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次のアイス動画でお会いしましょう。バイバイ。